それでは一つ目の方法左右推定法でが正規分布のパラメータを求めてみましょう左右推定法はこうでした優度 x1 から xi までが与えられた時の誘度を最大化しますでデータ点が独立だと思うのでそれぞれの誘度の積に変換しますでこれはっていうとそれ今の場合は一次元正規分布なので この形はそののまままここに入ります X の代わりに xi というのがここに来るわけです θ というのはパラメータですから μ と σ2 乗になりますでこの積を計算するわけですけれども正規分布の場合には指数関数がついています指数関数の積っていうのは実は指数部の中の部分を足し算 すればよいっていう性質がありましたよね。指数関数の積は指数部の足し算になります。ですからここが全部積だ、あ、わ、積だった部分が積がエクスモネンシャルの中に入って和になります。この部分係数は愛乗されるので、こう愛がここについています。誘導の実際の例を見てみましょう。この点点点っていう値が与えられたとき、データ点が与えられたときに こんな正規分布の誘度は計算するとこのくらいになります。3の10の乗らいですねちょっと低いかなでもこっちはっていうとこんなゆうこんな尖ったピークを持つ正規分布になるのは1 1 9 9 × 1 0ス1 1乗だからこっちの方が小さいわけです。だからまだこっちの方がそれっぽい最も,もらしいわけです。でもこれが最大かっていうとそうではなくてこれが最大です。 このくらいになると 7×10 のマイナス7乗だからこのどちらの2つよりも大きいで実際のところこれは多分一番大きい最大,最大値の最大の誘導を持つパラメータなわけですそれをプロットしてみたのがこの図ですこれはこの誘導を2次元 μ 方向とシグマ二乗方向にプロットしたものです確率ではなくて誘導をプロットしています確率だと、X、の 確率になるので x の空間でプロットするべきなんですがこれはー度だと思ってプロットしているのでー度の空間2次元の方でプロットしていますこんなあたりの方はー度が少なくて一番ピークがあるのはこのあたりですね μ が大体0.8ぐらいシグマ二乗が大体1.1ぐらいの時にピークを持ちますこれが最優推,推定での推定値ですこのピークを求めると じゃあこの図を見れば、まあ、この辺に一番ある大きいのが分かるんですが実際にどうやって数式として求めるかそれを次に紹介しましょう数式はこうですこれを最大にするパラメータ θ ではなくて今度は2個のパラメータ μ と sigma2 乗にしてありますこれを求める最大最大にするパラメータを求めますで今こここの優度の部分は積分部の積 でで表現できましただからこれを最大にするんですがその代わりにこれをログを取ったものを最大にしますこれは誘導なのでログを取ると対数誘導と呼ばれます対数誘導を最大化すしますすると誘導はあ誘導じゃないですねログを取ると何が便利かというと積の部分は和になりましただから積 係数の部分がまずこ母にあったのでマイナスがついています。それでもう一つここ指数関数の指数部がログを取るとこうとして出てきます。こうすると何が便利かというのがよく分かりますね。指数関数っていうものが入ってたすごく計算上面倒くさいものが対数を取ることによって消えてしまうわけです。そうううすするとこういう全部足し算でで済むわけですね これをを最大化するるパラメータを求めるそれがよくやられる対数誘度最大化のやり方です。対数を取っていいのかという疑問があるかもしれませんがいいんです。なぜなら対数関数は単調増加関数だからです。例えば x について最大のものを求めたいとするとこういう方向に一番大きい値を探しに行くわけですがそれはログを取った方向に 探しに行ってもいいわけですこういうふうに一番大きいものは。なんでかってこの2点 x 軸上での2点の大小関係は対数をとっても変わらないからです。だからあるものを最大化したい場,したい場合にはそれを対数をとったものを最大化しても同じ解が得られます。じゃあこれ。対数誘度でした。それを実際に書き下したものです。これですね。これを最大にする μ とシグマ2乗を求めたい。どうやって求めるか。 それは変微分を求めます。変微分をとって同関数をと計算して0に等しいと置いて方程式を解きました。勾配が0の部分が最大値でしたよね。微分で勉強しました。じゃあこれをこの部分を l i k e フッ f o o t の L をよく使って L と書きます。これをまず μ で微分しましょう。 μ で微分するとどうなるか。この三つの項のうち、μ が入っているのはここだけなので、前の項は消えてなくなります。微分すると含まれ、μ が含まれてないので消えてなくなります。で、ここ二乗がついているので微分すると二が前に出てきます。零点五と打ち消し合ってうまいことなくなります。で、マイナス μ のマイナスの部分も外に出てきます。外に出てくるとこのマイナスと打ち消し合って結局この部分が こういうい形に変換されます2乗が取れて外のマイナス0.5もなくなります。でこれをちょっと変形するとまあ単純に2つに分けただけです。X I の項はそのまま和になります。ミューの項は、ミューは定数ですから、相回足し算すすると相倍されます分母はそのままです。で、イコール0と置いて、方程式を解く。もうこれは簡単ですね。分母は消してしまってよいよ。求めたいのはこのミューなわけです。 だから μ イコールの式に直すとこの式になります推定値という意味で μ のハット、ハットという記号をつけてますこの数式はすごく見慣れたものですね平均の数式です全部のデータ点を足し算してデータの個数で割ってますこれをもう一つのパラメータ分散の方でやってもすごく見慣れた数式が出てきます平均からの差の2乗を 足し,算足し算して愛で割るすごくな見慣れた表,表現ですよねだから今までずっと習ってきた平均とか分散っていうのはこの正規分布の最優推定に相当していますもう一つ正規分布の最優推定は最小二乗法リーススクエアス最小二乗法にも関係してます 実際はその特殊なバージョンです。どうすればそうなるかこういう対数で最大化したいものを μ だけだと思いますシグマは関係ないとするそうするとシグマがついてる項 μ も含んでない項はここは消してしまいます 0.5ついてても0.5倍だろうが2倍だろうが関係ないのでそれも消してしまいますそうするでシグマ2乗があろうがなかろうが分母は関係ないので分子だけを計算して最大になるか最小になるかを見ればいいので分母も消してしまうとこれだけが残りますでこれを最大化する代わりにマイナスを取ってしまって最大最小をひっくり返して これを最小にする問題最小にするパラメータを求めろという問題まで変形することができますだからこの最初の問題のすごくと特殊なバージョンになりますこれはある求めたいパラメータからの差の二乗和を最小にしているのでこれは最優最優推定ではなくて最小二乗法ですだから最優推定の特殊なバージョンが最優、えー、と最小二乗法になっています 気をつけて欲しいのは最小二乗法を普通はまあよく使うんですがこの観点から見ると正規分布を仮定しているということになりますしかも分散は考えない平均だけという求め方になっているので今後最小二乗法を使う時にはあそういうものだなというのを思,思い出してくださいもしこの差が正規分布に従ってない場合には最小二乗法はあまりよくありません